私が剣道を始めたのが7歳からで、まあ、強くなっていって大会とかで優勝するようになって続けるようになりました。剣道は体が鍛えられること、であと精神的にも鍛えられること、でそのことを通してですね、人として強くなりますから。私が消防士になろうと思ったきっかけは、高校生の時に新聞の記事で、線路に落ちてしまった人を助けようとした人が電車にひかれて、亡くなる、事故がありました。人を助けるためにね、自分の命を、捧げることはこれほどね素晴らしいことはないというキリストの言葉があって、人を愛するってことは人のために尽くすってことなんで、何か人が困ってる時に、まあ、やっぱりこう助けてあげたいなと思いますし、松井聖徒イエスキリスト教会の教えは、私に人を助ける大切さを教えてくれています。まあ、火災出場したりとか、まあ、救助活動したりとか、その帰ってきた後っていうのはですね、もちろん仕事をやったっていうやりがい感はあります。私は、消防隊長として、隊員を守って、父親として家族を守ります。お父さんはスーパーヒーローです。今4人子供がいます。我が家はまあだいたいこのぐらい賑やかになりますね。私たちは8歳の時から知っています。何を思っているのか彼女に全部言わなくてもバレちゃう。通常ご飯はうちの奥さんが作っています。子供たちが、手伝いをしたりとかして、私が仕事がない日はたまに作ったりしています。ピザが焼けました。家族と一緒にご飯を食べるのが大切だと思うのが、家族の中で食事をしながら話す会話っていうのが、彼らが経験したことを話すんで、私が知らない時のことをやっぱ話してくれるんですね。私の家族が私にとっての力になるということを信じています。私は父親です。私は夫です。私は消防士です。私は剣道人です。人を助けることができるということを信じています。私は保坂道夫です。そして私はモルモンです。